そうですか。そんなこと僕らは全然知らない。これが250。そうですね。なかなか、でも走られてます？何？あの、Tは。いや、ほいで、今回走ろう、今回走ろうって、どんどん乗れへん。あと回しは、あと回しだって。あー。今日は一人で走るつもりだったね。あー、そうなんですね。私は今日はあれで、と思って、朝から磨いてて。ほな、あの、ケーキ屋行きますわ、って言ってやった。あー、そうなんですね。あ、ほんならこんなんあるけど、いいか。あー、もうそのまま。いいですね、ちょうど。じゃあ、ダブル。結局ダブル。Tで行くつもりが。あの、このナビで正す。マジっすか。グラストラッカー。しゅんちゃん何か食べる？ちょっと俺乗せてもらってるから何かご飯おごるわ。あー、マジっすか。すごいポジション。動画落ちちゃっていいです。あ、ぜひぜひ。ああ、どうも。どういうですか？ YouTube。あ、YouTube ですか？ YouTube 載せます。やった。はい、どうも。はい。あ、これね、まあ、通常チョークなんですけど、あの、この時代あるんですよ。あの、レースの時に山道行くじゃないですか。これで調整するんですよ。ああ。気圧のあれで。はあ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 。って言ってました。空気の量。そうですね。空気ですね。空気の量。はい。チョークみたいなもんで、ね、反チョーク。反チョーク。どうなんですかね。一般的なチョークって言うんですか。なんかこうレーサーのあれですよって言われました。あの、はい、その道の方に。そんなに言われたらつけたい。あ、これですか。手元に。手元につけたいとなりますね。そうですよね。カツサンド売り切れました。あとアップルパイとマロンパイだけです。もう少しございます。いただきましたよ。美味しかったですね。美味しかったですね。春パンパンになりましたからね。パンパンになりましたね。間に合う。ありがとうございます。ここのあのマスターに持ったやつですね。いいな。そうなんですよ。ごまん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 一生懸命細かいことやってますね。来るためにねやってる姿。いい趣味してるね。そうですね。すごいすごい。二十歳。いや僕は18です。あ、18。気合がすげえ。いいわ。今日はね、で、誰もともとだお兄さん。そうですね。僕のベースは。いい、ちょっと、YouTuber。すごいね。ロード版じゃあロード版でお父さんから結構教えてもらって、ギアこれ変えてあるんですよ。やってもらって、どんどん
アリリースとか全然僕分かってなかったんで、その時は、僕も親父の趣味なんですけど。いや、いいわ。いいね。いい趣味してるわ。めちゃくちゃいい趣味してます。ドリーム50でいいんかな。エース120。いやもうちょっとお腹いっぱいになってきましたけど、ちょっとあ、フェナス？カフェだらけ、やばい。かっこいい。やば、やばい。めちゃくちゃ綺麗ですね、これ。トライアンフ出た。オッケー。850コマンド。かっこいいなこれ。ですね。
一応上と下にバネ入ってるんで、そうこいつがサスペンション代わりに、そうなんですか、クッションって言って、へー、そういう構造なんですね。でもこの時代にハムクッションが出て普及しなかったんで、はい、ダメやったんだと思う、あ、これとこれで帳尻合わせるんですね。で乗り心地はそんな悪くないですよ、意外に。そうですね、すごーこれ、全然普通にエンジン一発でかかるし、え、すごい、あ、ありがとうございます。こっちのフロントがたまに、ね、詰まったりとか、あ、あるあるですね、あるあるですね。コンファインで叩いてあると浮きがポーっと今も新品入れてあるんですけど、たまに引っかかる、あ、へー、あー、そうですか、ごめんなさい、ちょっと、すげーなー、え、お、お、お、なんですか、はい、あ、すげーなー、あれはなかなか6ボルトなんじゃない、あ、6ボルトですか、はい、へー、なので夜が怖いですね、結構辛いです、うん、あ、開放型つけてはるんですよね、開放つけて、ボルトいいですね、こいつをメインで乗るのはまず夜が走れないです、あ、怖くて、何台かお持ちなんですか、6級を持ってるんですよ、6級6級 あのボネビス、2台お持ちで、いや、素晴らしい、すごいですね、本気の人がおったら譲りたい、いらっしゃる、そうですね、でも本当の本気の人、本当の本気か動画映っちゃって大丈夫ですか、全然大丈夫です、ありがとうございます、これは可愛いな、このナセルヘッドかっこいいですね、可愛いですね、これ本当や、なるほど、ライセンスプレート、こういう付き方もあるんですね、勉強になりますね、かわいいわ、大剣大会が始まりました、頑張っていきましょう、さあ頑張りましょう、今年割とすごくいい協賛をいただいてるのもありまして、持ってかれるかな、一人一つで計算すると結構な確率で一人一人に当たる可能性が高いと思われます、一番いいのがマスターから説明させていただきます、こちらの岐阜のランブレタノリジョージ佐藤さんの方からこの飛騨牛、あ、近江牛、近江牛、近江牛って多分売り値にして1万円以上ですよ、これやば、相当の持って帰るかな、すき焼きのお肉食べ比べセットなんと5組ご協賛いただきました、おーおーおーおお、最大の山場になりますんで、まあちょっとじゃんけん大会の要所要所いいところにこれを挟んで皆さんのテンションが下がらないように最後まで持続するようにこちらを 5組ご用意していただきましたんで、お楽しみください、よろしくお願いします、お願いします、はい、先にしょうもない当たっても文句は言わないようによろしくお願いいたします、どうしましょう、まず牛1本、まずもう初っ端で牛1本いきます、じゃんけんガール、じゃんけんガールが相手になってじゃんけんガールに勝つ、頑張るで、じゃあいきますよ、最初はグーで、最初はグー、じゃんけん、ほい、よっしゃー、いったでいったでー、チョキチョキ、
ちなみにこれスタッフも入ってもらっていいですからね。入っとるよ。全員参加ですからね。じゃあ行きますよ。もう最後グーなしで。この横の深いレンジの音。じゃんけんぽいでいきますんで、いきます。じゃんけんぽい。うわ。アイコ、アイコ、アイコはダメ。アイコでした。アイコも勝った人だけ。いいですか。3回目いきます。じゃんけんぽい。よっしゃ。すごい。すごいすごい。じゃあグーな人ちょっと前見えるところに来てください。いいですか、みんなで。じゃんけんぽい。おお、すごい、すごい、強っ、3分の1です、強いっすね、はい、おお、強っ、強っ、じゃんけん、はい、おお、すごい、すごい、あ、こんにちは、あ、どうも、どうもです、どこに行ってたの？走りたかったけど出るの遅くて。